極太みたいな、見たことないって言われたんですよ俺。こんな骨見たことないって、びっくりして、そのプレート用意してたんですって、先生がここにつけるね、それじゃ収まりきれなくて骨が太すぎるから、で特別なやつも持ってきたらしいんですよ極太のプレート。ほんとほんと、それは聞いてないんですよ話ちょっと持って、いやマジで特別っていうか、その中で一番大きいサイズとは言ってたけど、別に特別なやつは言ってない。あの一番大きいサイズであの入れたんですよ。もんなや腹立つから。あ、下もあの見たことないって言われました、浮いたの。言ってこんな大きいチンチン見たことない言ってねえわ。だから全てが規格外なんですよ、骨もね、うん、あっちも。あ、イケメンのぶくんやってほしい、ありがとうね、ゆうちゃん。でもあんまでかい方でしょ、俺、うん、歴代で何位なの。1位。おざっす。この前2位だったよ。だよな、1位って言ったよ、その話もしたやん。俺何位？1位。本当に、うん、でもその前の人の感覚をもう忘れた。歴代1位の男です。あれだっす。あ、満足度はエッチの何パー？うん、何位？歴代1位。俺が、うん、でかさとテクニック歴代1位みたいです。この腕じゃできないんですよ、これだと。これね。だから本気で本気出してないのにこれ1位取れるっていうのはすごくないですか。本気出してないの1位ですよ、歴代は。やばくないっす。うん、1位って言っとけばいいって学習した浮いた。そうなの。違う、本当に1位、うん。あ、ふわくまりです。あ、くまさんありがとう。 あ、 ありがとうございます。あ、ありがとう。ういたんの愛人来た。うん、来た。ういたん偉い。まあ、うるさいなこいつ一人。ロンパー、お前ブロックするよ。お前どれ、おばさん目尻の何これ、どこシワすごいね。これなんていうのこれ、まぶたってなんだっけこれ、まぶたってなんだっけこれ、おばさんじゃねえんだよ。おばさんでもいいわ。バカ野郎。バカ野郎。じゃあお前何、男なの女なのこれ。女？これ誰なの、ロンパってこれ。あ、これツイッターアカウントだけどさ、これなんなのこいつ。あ、存在してないってアカウント。笑ったらシワ出るだろうが。お前男なの？どっち、男か女か教えて。ちょっとロンパさん、ロンパしてやるよお前のこと。どっちなの、どっちよ、男か女か。ガキデカなのね。あれか、アニメのやつか漫画のやつか。ガキデカ、うん、男なの、女、女、女。あれ、これは違う人ね。うん、これは違う人。男しかいない、ああいうの言うやつは。どっちなのお前。ウイタンのね、そのディスりたい気持ちわかるよ、可愛いから。うあ、特別さんです。あ、ありがとう。愛人来たこれ、うん、来たこれ。
ロンパー、お前逃げんなよマジで。バカタレだ。あ、でもね、コメントにあったんだけど、これん、あ、これ、あ、ちょっと面白い、面白くない、ちょっといじって、こいつ面白くいじって、いじって、ロンパ、ロンパいじって、いや、おもんないもん、だってコメントが、コメントが面白くねえんだよ、面白くねえんだよ、お前よバカだれ、マジでいじりようがないよ、お前、人の名前使ってのはなんだよ、面白くねえんだよ。さっきでもコメントにあったんだけど、本庄ママに似てるって言うんだけど、気持ちはわかります、それはわかるの、わかるけどちょっと違う雰囲気はあるね、本庄ママの、あの美人系だからね、うん、気持ちはわかる、言いたいことは、うん、ちょっと言われて思った、あのこの感じね、うん、逃げた、逃げた、そうそう、本庄ママ YouTube にあるから、これ毎日これ飲んでます、これ意味あんの、これ意味あんの、いちごちゃん嬉しい、ありがとう、脂肪の、何、脂肪の吸収を抑え糖の吸収を穏やかにする、意味あんの、これ毎日飲んでんだけど、あ、まゆまゆさん、うん、あ、ふわくまるです、くまさん、あ、くまさん、ありがとう、そう、高いやつ160円ぐらいです、でもこれ Amazon でね、あの頼んで、意味ないのこれ、え、毎日飲んでんだけど、いや、これで2キロじゃないと思う、俺も飲んでます、食べるときに飲むやつ、そう、2キロ痩せたのはあの病院で絶食したのよ、飲まず食わずで20何時間、うん、漢方飲んだ方が効く、あ、ジュースよりはるかにいい、特効は体に悪いからやめといた方がいい、ヘルシーは苦くて飲めない、苦い、苦くない、あれは飲まれへんわ、112キロですね、114で入院して飲まず食わずで、あの1日半チャレンジしたんですよ、断食チャレンジ、2キロ痩せたっす、で今112キロっす、で今糖尿病の薬を飲んでるんで、それもなんか痩せる効果があるみたいなんですよ、であとウイタの食事療法もう全部あの米と麺はなしで作ってもらってる、今野菜を中心にルイボスっていいの、なんか聞くけど、うん、あ、ふわくま5個あったす、これはあの人かな、あ、ありがとう、愛人だね俺のウイタンコキ使うのよ、コキ使ってる俺、うん、コキ使ってないよ、でも別に嫌とかじゃないけど、売名されてるのに気づけよ、別れた後にふわって稼ぐためにな、じゃあ言ったな、やるなよ、じゃあどういうこと、どういうこと、あ、どういうこと、どういうこと意味わからんね、どういうこと、うん、別れたらお前枠やるなよ、やると思う、だってういさ、うん、一人で枠開けたこともないんだぞ、聞いてるぞ、うん、看護師のお尻触りまくってお触りのカバで有名な、はい、面白くないんでお疲れ様です、お疲れ様です、言ったれ、意味がわからん、マジで面白いコメントなあ、なんなんこれ、聞いてるぞって、看護師のお尻触りまくってお触りのカバ、お尻触ってねえわ、触ってないんだけど、おっぱいだけだわ、触ったの、触ってないんだけど、点滴されるときにおっぱい、おっぱいちょっと触った、じゃあこう伸ばすじゃないですか腕ね、えそしたらそっちで作業してるじゃないですか、ちょっとやって、立ってね、こういうことじゃない、こういう作業するわけじゃない、でこうさちょっとこう、こうそ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 う、これでこうこっち向いて、でこう触っちゃうのよ、こうやって、これだけだよ、これだけだよ、お前病院で点滴されたときに、そう、触っちゃうじゃん、だって触んねん、違う違う違う、事故じゃん、そんなの、笑ってた、みんなあるよね、あるでしょ、ないから、点検社長ドンチキャです、え、あるでしょ、ないから、いや、あるから、深掘り、そうそうそう、ねえわ、
それ俺よ、俺もよくやる。そうでしょ、ヤスさん。誰ヤスさん、ちょっとやるな、よくやるな。あるよね、男。ねえよ。いや、男だったら分かるよ。じゃあそれやったら、ジェイトシさん分かる。いや、分からん。じゃあそれやったら手どけるから。どけらんないんだよね、あれ。だってお前だから笑ってたんやろ、点滴されるときニヤニヤしてんなと思っとったら。針を刺してんのよ。それ移動させたらどう。ねえよ、危ねえじゃねえ。だってねえ、危ねえよ。ずっとこう待ってないといけないじゃん。で、そこにおっぱいがあるんだ。ここにおっぱいがある。無理でしょ。あれ、わざとなの、あれ。女の子が、看護師さんがどうやって避けんのじゃ。マジで、うえ、あの看護師さん、うん、看護師さん、めっちゃムカつくんだけど。ずっとイライラしてたから。嫉妬してんのよ、それで。俺でも嘘をつきたくないから正直に言ったんですよ。ピラピラ子さん、ありがとう。ふわくまれてます。正直に言ったら、言ったら嫉妬してんのよ。揉んでないですよ。ただ触ったっていうか、当たっただけ。触ったって言ったやん。当たったんだよ、マジで。いや、お姉さんですね。いや、おばちゃんではない。めっちゃムカ、お姉さんでもめっちゃムカついたんだけど、あの人、うん、ほんでな、うん、なんか手術行く前にベッドのまま運ばれたんだけど、怖い怖いって言って、手汗かいてるわとか言って怖いって言ったら、その人がウイの横でここ触りながら、まあ、こっちやけど、ここ触りながら、大丈夫大丈夫とか言って、触ってんじゃねえよ。あ、匿名さん、ありがとうございます。ジャスティス、ありがとうございます。いつ俺に佐野さん紹介してくれる。俺もあるけど。何なんて、うんうん、あるけど、すげえ睨まれた。睨むだろ。あるでしょ、そういう体験談。あるでしょ。クリクリしねえだろ。だからこれ事故なんですよ。ウイタンの政治に触ってんじゃねえよって言いそうになった。言じゃ言で言われたから、その看護師さんが入ってきた時にムカついて、もう言っちゃおっかなって言ったら、マジでやめてって言ってきたから。言いそうだったから。あ、クマさん、ありがとう。5個あれです。ビラビラ子さんもありがとう。あ、俺そこで血圧上がっちゃうは草なんだけど、当たってね、おっぱいがここで当たって血圧上がっちゃうは草だね。うん、あるんだよね、実際もんで。マジでだから嬉しい。でも本当にあるってリスナーさんがちゃんと言ってくれてる。ありがたいです、マジで。そういうコメント本当に。じゃあウイがさ、病院行ってさ、点滴やるときにさ、男の人やってさ、金玉乗せられても何も思わへん。それは事故でしょ。って事故でしょ。どうすんの、じゃあ針刺してるのに動かせらんないでしょ、そんなの。あ、ちょっとチンコ当たってるんでちょっとどけますね。できる。針がどうなっちゃう、それ。針がおかしいでしょ。お前が悪いんだろ。何個刺すのじゃん、針。俺ただでさえ3個ぐらい刺されてんだよ。太ってるからっつって全然出ないっつって。そう、めっちゃ色入れ替わり、立ち替わり。俺3人変わったんだからね、看護師さん。そんなの動かせらんないでしょ、だって。おっぱい当たっても。あ、ありがとうね、バツイチ。だってムカつくもん。普通だ、ちょっとどければいいのにさ。うん、私は女だけど看護師さんの胸当たった時、ほら、これね、歯医者さんもあるからね。お前ほんまいい加減にしろよ。いや、マジで歯医者さんがこの頭の周りをこう椅子で回転してこうぐるぐるするじゃん。ここに乗る時あるから。乗らへんわ、バカタレが。マジで。お前ほんま歯医者行かさんぞ。いや、マジで。おっぱいここ乗るときない？あるよね、ちょっとお願い。誰がここにおっぱい乗るときないだろ。あるよね、ここにおっぱい乗るときあるよね。じゃ出てきてほしい、匿名さん、ジャスト。あ、ありがとうございます。ねえだろうが。あるよね、ここにおっぱいぶつけられるときあるよね。あ、当たって当たってる。ここに乗るって言ってんだろ。じゃ乗るじゃないけど、ここに当たってるときあるでしょ。かなり匿名さん、ジャスト。違う、あ、ありがとうございます。あ、社長です、ヤーさんです。だってもう言い方がもうニヤニヤしてるんだもん。おっぱいぐらいじゃないよ、だって。じゃあウイがそう、逆だって嫌でしょ。え、歯医者さん行って、ほらほら、美容室のシャンプーされると目に当たる。あるでしょ、目に。どこにこ、どこ洗うんだよ。ふわくま3つあるです。ビラビラ子さん、当たるよね。押し付けられるわけないだろ。押し付けられた。お前ほんま、いい加減にしろよ。当たらない？なあ、うん、当たる時あるよ、許してあげて。ほら、当たるんだって。不可抗力だよ、それ。あ、